どうもバスケ塾の坂田です。今回は河村選手の流れを変えるプレーを解説します。タイムアウト後の横浜、普通タイムアウト明けは確実に得点したいのでセットプレーをすることが多いですが、ここで河村選手とアウド選手のピックアンドロールで攻めます。低い位置のワンフォーセットからアウド選手が方向を変えながらスクリーンを右側にセット。その間に河村選手は一度スクリーンのいない方向にステップをし、スクリーンの反対側を守らせます。スクリーンの逆を攻めるリジェクトを意識させつつ、スクリーンを使いドライブ。ディフェンスはオーバーとドロップで守ってきたので、うまく2対1を生かしフックパスでアウド選手に合わせます。次のディフェンスでは3ポイントシュートのリバウンドが大きく跳ね、ロングリバウンドになったのでリバウンドに飛び込み、そのまま小島選手を背負ったままボールプッシュをし2対1に持っていき、ラストでキング選手にレイアップを打たせます。ディフェンスを背負いながらスピードを落とさず、ボール運びのラストで片手のパス、地味なプレーですがとてもうまいです。次のディフェンスでもプレッシャーをかけ、小島選手からスティールをし、ボールを取り切ることはできませんでしたが、転がりながら味方の選手が来ているだろうと信頼し、ボールをなんとか前に転がし、アウダ選手のダンク。自分のチームのタイムアウトから 6-0 のランをし、流れを変えたところで相手チームにタイムアウトを取らせる横浜としてはこれ以上ない流れだったと思います。ちなみに東京のタイムアウトの後、先ほどのピックプレーはアンダーで守られてしまいました。バスケ塾ではバスケに関する情報を発信しています。チャンネル登録、コメント、いいね、お願いします。最後まで見てくれてありがとう。バイバイ。